どうやら封じられた森に入ったようですな。警戒を怠りませぬよ。先生、ジェラルトさんの仇絶対取れますよね。ベルナデッタ、話を聞いていたのかい。復讐にこだわるべきではないのだ。体制万全です。悪の組織壊滅、尽力します。ま、今節は課題がないからね。たまには全力で働いても罰も当たらない。リンハルトが全力だと？明日は雪だ。今日中に肩をつけようぜ。声を抑えてちょうだい。もう敵が近くにいるかもしれないのよ。私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。先生、修道院ではああ言ったけれど、敵は間違いなくあなたを待ち構えているわ。エーデルガルト様、それは他に狙いが考えられないもの。そうでしょう。どんな罠が待っているか知れない。注意して、先生。私たちは今あなたを失うわけにはいかないわ。そうですな。敵は強いですが、貴殿ならばきっと勝てましょう。いらっしゃい。こちらですね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。またのご…見なさい、魔獣がいるわね。
敵は万全の体制ということかしら。あ、来た来た、ようこそ死の森へ。なんちゃって。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。あははこれが本当の私の姿。ほら、そこの獣さんたち、私が相手してあげる。戦いの空気苦手だ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。舞台に上がるより緊張するわね。行きますか。先生、奇襲有利思います。戦い。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。手伝う。今よ。おっしゃ、行くぜ。ほらほら、のんびりしてると私逃げちゃうよ。あ、もしかして逃がしてくれるつもりかな。みんな優しい。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。
れでよろしくって。加減すべきだったか。私、遅れ取りません。来た来た来た、どうせ邪魔する奴はぶっ飛ばす。俺はまだまだ強くなれる。用意は万全です。撃って誇るほどの敵ではありません。ごめんなさい、隙があったから。私だって鍛えてるのよ。私に挑んだのが間違いだったな。そのまま地獄まで送ってあげる。消え見えよ。
ね。そんなんじゃお父さんの仇取れないよ。あんたも殺してあげる。私のこの手でさ。よし。成長を感じるな。嘘、本気の私があんたなんかに負けるわけ。ほう。ソロン、見てないで手伝ってよ。乙女の危機よ。ああ、そうだな。案ずるな、クルニーネ。お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。さらばだ、強制よ。今の魔導は、まさか先生が。見たか、奴は飲まれた。禁樹の闇に。未来永劫、うつろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。嘘だ、俺は信じない。先生が死ぬわけない。そうですわ、先生は特別な方なのですから。その程度のことで死ぬようなものが我が主の死となれるはずもありませんな。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう、絶望に飲まれよ。ひどく勝ち誇っているようだけれど、もしそんな無縁なやり方で私たちの死を倒したつもりだというなら後悔することになるわよ。ああ、今回ばかりは彼女の言う通りだな。闇の中からだろうとすぐに戻ってくるさ。その態度、下せぬな。何を考えておるのか知らぬが、まあよい。望むならば加えてやろう。お前たちを死での行列にな。わしはお主と共にあればこそこうしてここにおるが。
ここは写し尾から隔絶された闇の世、それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか？それはそうじゃろう。わしとて死にたくはない。じゃが、はあ、他に術はないか。のう、お主、ジェラルトの日記は覚えておるか？お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。それはおそらくわしのせいよ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。お主の中にあったわしが作用してな。レアは一体いかにしたのか、お主の中にわしを存在させた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神、いや神祖としての力をな。我が名はソディス。それが何の名か、お主は聞いたはずじゃ。始まりの者、フォドラの守護者にして生きとし生ける者を導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。高級の闇よりいずる術は一つ、わしの神祖の力を使うより他はない。じゃがわしは体を持たぬ。それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ。そしてわしは消えるのじゃ。消えると言うてもすべてなくなるという意味ではない。わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃがこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。わしは常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共にあったのがお主でよかった。さあ願え。わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。あの森へと戻り敵を撃ち、コアッパどもを助ける。それがお主の願いじゃろう。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え。始まりのものたるわしに示せ。
ね。信じていたわ。あなたなら必ず戻ってくると。その姿、聞きたいこともあるけれど、今は目の前の敵を撃ちましょう。貴様、ザラスの闇で何を見た？ありえぬ。あの闇をくらえるのは我が手で始末をつけねば、戻ることもままならぬか。また強く。
暇しないで。ごめんなさい、隙があったから。思ってたほど伸びな。ご活躍ですよね。この手で行こう。負けるつもりはないわよ。実力のうちだぜ。あれ、すべてはエーデルガルト様のため。精霊、加護感謝します。身の程が分かったかしら。はい、アルン、ありがとう。
今は貴様などにかかずらっている暇はないのだ。経験はいくらあろうと困る。しかしこれで終わりではない。我らの悲願必ずやタレス様は。終わったわね。それより先生、その姿は。その髪と瞳の色、まるで誰かにそっくりね。なぜそんな姿になってしまったのか聞いてもいいかしら。女神が。そう、よかったわね。天帝の剣といい、あなたは女神に愛されているのでしょう。かつての聖者セイロスと同じように。その力を先生は何のために使うのかしら。修道院のため、または世のため、人のため。生徒のため、つまり私たちのためということ。先生はもし世の中が、あるいは生徒たちが真っ二つに分かれて争うことになったらどうするのかしら。どちらについても世のため、生徒のためよ。あなたの。え、先生倒れて寝息。まさか眠っているの。姿形が変わったことが原因かしら。放置するわけにもいかないわ。私が背負ってもいいけれど。いえ、ヒューベルトを呼ぶべきね。滝の夜すがに灯る炎、川もにたゆたう記憶のかけら。まだ動いてはいけません。大丈夫、何も心配はいりませんよ。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのですから。ララ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 ラ。今この時が永遠に続けばいいのに、少しだけ思ってしまう。手繰り寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。この姿、主より力を授けられたのですね。あなたが天帝の剣を手にしたその時から、私はあなたがいつかこうしてオドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。あなたは私の。さあ
目を閉じて。このままもう少しお眠りなさい。私がずっと見ていますから。